おはようございます。どうですか、親方。親方ってなんかそんな雰囲気。それもなんか大学の相撲部の体型的に親方みたいな。ね、あのですか。相撲部の先輩みたいな。近況な。なんか大怪我したとか。そうや、だから。結構怪我してません？結構怪我するな。いや、あのなんかこけましたとか、手こんなんなりましたとか。大体剣積みで寝ながら走るっておかしな話やで。それ何なんですか？油断しすぎなんですか？いや、もう油断しすぎ。まあまあ、寝不足もあってんやろうけどな。うん、もうなんかポカポカってきたら、ちょっと油断してんやろな、あれ。もうそんなあのなんかカピバラとなんか脳の構造一緒になっちゃいますいやだから警察来ても警察が原付で寝ながら走ったっていうのを信用せえへんあでだから言うてないもんね寝ながらとか言われへんから絶対にそんな信用せえへんやんよそ見してスリップしましたで知り合いにはみんなスリップ打たへんけどわし全部言うとったほんで知り合いみんなバラしやがったからみんな心配すると爆笑しとったよね単車で寝るか言われていやだからほんま信号待ちでね、うん、ああ一瞬一瞬ねポンって倒れるのは分かるけど、うん、走りながら寝るって自転車はないですか俺自転車そんなに寝てここは動いてんねやけど上寝てるみたいな自転車そんなに俺すごいのあったで一輪車でした何でやねんその方が時間かかるわ売り割りレーンってあるやんか、はいはいはい、売り割りレーンの横にも一本道通ってんねん、はい、でそこをチャリンコ走っとってん、はい、だからなんだどないなったか分かれんねんけど、うんチャリンコ走っとってんで、うん、なら後ろのタイヤの泥置きあるやんか、はいはい、あれがなんか知らんけどここのビスが外れて、うん、タイヤの下に回ってほうどないなったらそんなになるか分かるなんであれそれはもう飛んでいかないですかちゃん下に回ってからほうほんならもうそのままタイヤが回ってないからタイヤの下に入ってるから、うん、そのままスリップしてるやんか、うんうんうん、言うたら鉄やねんから泥置きがね鉄で泥置きがそうそう、うん、鉄でスリップしてバターン動いたことあるのこれはちょうど後ろから車一台来とって、うん、バーッとおっちゃん大丈夫って走ってきたのが、うん、本田隆二やってそれが「おお兄さんが」って芸人の後輩のね、うん、芸人の後輩のね、はい、元ベティーズの、はい、で兄さん今走ってるの見とったら後ろから見とったら火花散ってますよねそりゃ火花散るやろなオートレースみたいになっちゃうそんなとこどんどんこんなとここんなん入るって訳のかからんことまあ失礼だけど結構あれちゃいます例えばあのエレベーターとか 何キロまではで6名まで乗れますとかを、うん、ひょっとしたら許容を超えてるかもしれない1人でかい1人でかいいやだから極端なんですよ、まあ、あの子供の自転車に乗ってたりしたらおかしいことになるじゃないですか大人でも普通のチャリンコやで大人用のコマはついちゃいませんあえ引き方ばかついてる余計こないから普通のやったら兄さんあかんでしょちゃんと相撲取り用のからそんなもんあるか相撲取り用相撲取り用のちゃんころなのかしないやいやいやだからなあのその誰が相撲取りやねんいやいやだからあの人があの新弟子の頃って買いに行くじゃないですかみんなチャリンコ乗っとんなでしょいやだからちょっと強めなんかそんなんを買う言ってましたよやっぱ強めのやつなんかそうそうそうタイヤもしっかりしてんやろなタイヤもしっかりしてんやろな100キロ近くで俺は普通の乗れるっちゅういやだから乗ってるにしてはいろいろでも兄さん小兵力士よりか体重でかいでしょだって小兵力士よりか重たいでしょいや小兵力士よりは重たくない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 そこまで行ってないいや今基準変わったけど昔の基準やったら僕ら新弟子検査僕のくらいで落ちるだから今の12段ぐらいやったら俺の方が大きいかもしれないそんな起きないねいや、だから、だからその結構多いやん、事故が普通ではない事故が多いじゃないですか俺昔からそんな言わんねん俺今日自分で一番もろたんかな昔って要は町内会の中でも要はドブを流れとったやろ、ドブがドブが、はいはいはい、ドブが流れとったやんか、うん、ドブが流れとったよね柵もなんもないで、はい、で、道のこう普通の道やってこっちにドブが流れとって、うんね、俺高校帰り連れと一緒にチャリンコで帰ったんで、はい、だからどれぐらいやろな車1台が通って、うん、こっち大体1メーターぐらい幅が空くぐらいの道やって、はい、で前から車来て俺こっち見るたらドブ川の寄って向こうから車来よって、はい、で中で止まりよってで止まってから横抜けていこうとするやつが、うん、前からオバハンチャリンコで入ってきやがって、はい、で止まるオバでグッて止まったらこっちないねんほうこっちドブが流れてる、ね、それがこう倒れたら車に気づくよ、ね、あかんと思ってこっちに倒れたらだんだんもうスローモーションで俺ドブ側に持ってきてね
でバシャーンなって、もう周りのやつが大丈夫かとかちゃうねん、まだ爆笑してるんで、もうパッと置いて、俺こっちが半分真っ黒になったって。それは言ったら、まあ、あれでしょ、兄さんが徳川にハマるってことは、うん、白浜のアドベンチャーワールドのオルカショーぐらいの水着の事故いやいや、バッシャーなんて絶対そんなん言うと思うから、バッシャーで最後にキスするよね。手挙げたそのオーバーハンドキスしたのかな、オーバーハンド、よう、俺こっち走ってるの前から入ってきやがんな、おいや、だからなんかその頃からそういう癖あるんちゃいます？癖って言うの？いやいや、だからその例えば、序南の層があるとか若から向かっていってるみたいな、そんなんやったら、いや、ほんとに多いない、多いの、まあ、その大事故はないにしても大事故ないね、大体単独事故でしょ、単独やね、こけたとか、だから他のやつには迷惑はかけてない、わがばっかりやね、気の緩みでしょ、完全に。いやいや、と思いますよ。そんなもん、ちゃんなんで、いやいや、それは僕、やっぱりね、僕は逆に神経質かもしれない、ものすごいもう3つ先の信号までを向かない、車の運転なんかで、あ、車の運転なんか、うん、あと15秒後にキラなるとかね、うんうんうん、もう横がとかね、そこまで気にするとま前よりチキチって余計あかんようになってまいやじゃあ前7割周り、俺のライバルはGPS システムやから、なんでライバル、いや、あいつに勝たなあかんから、あいつに勝たなあ2つ前の信号見て止まってる時ないですか、ある、あ、頭にあるよね、あるあるある、ね、2つ前の信号見て赤いあんで止まってて、うん、ここは青やねん、で後ろからポッとって流されて、俺それでもう一個あるわ、前の信号の手前の交差点で止まってる時もあるわ、ああ一個手前のこの車線の止まれでペッて見たら鳴らされて、なんでやった、あ、もう一個向こうやって、いや、さらに一瞬こう入り込みすぎたら、ね、右折するとこれありました、一人運転してて、うん、大きい交差点で、うん、で、こっち青な右折で行ったらこっち赤でしょ、おうおう、ほんなら一瞬俺赤信号で渡ってる思って赤やーって一人で叫んで、この方のさこっちやからまだ赤残ってるでしょ、一瞬俺信号無視しちゃうかみたいな、でその時どうして普通に走って、いや自分の中で格好はどう思うんだろう、赤やーんだけど、あ、青やったーとか言うんだからお前気ぃつけよーって気緩めんなよとか言って、いや俺はもう自分で自分を今締めながらちゃんと走ってるんだ、だから音声認識のに借りたりして乗った時に絶対オフにするもん、まあ、いちいち反応しようったら嫌でしょ、まあ確かにな、言うんだろうね俺ほんまチャリ乗ってる時も必死にブレーキかけとったわって倒れていくよ、気ぃつけとかのそのうち大健康事故しますから、気ぃつけ、僕それだけが心配なんでね、慎重に言っときます、はい。